はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今月も、無事に、終わりましたね。はい、はい、初登場の、まあ、コメントとかはいただいてましたけど、コントンキャンディの、はい、3名と、上野大輝さん、2回目ですね。はい、いや、あえて嬉しかったですね、はい、コントンキャンディさん、まあ、上野さんも、はい、僕はずっとやっぱファジーネーブルでもすごい聞いてましたし、ラブシャでも先日生でこうステージを見てたので、あ、見てた人がっていう感覚でしたけど、ちょっと緊張しました。生活に溶け込みやすい歌ですよね。ああ、ね、声、やっぱ歌声とね、話し声がまた違って、違いました ね。それもなんかすごいいいですよ。確かに結構特徴的な歌声してますもんね、うん、今日会うまであと双子っていうのも知らなかったですし、はい、ふうかさんとさやかさんも、あとなんか厳しすぎる軽音楽部にいたっていう ね、それも意外でしたね。楽曲の分析を200曲以上しなきゃいけないねえ、なかなか音大でもやってるかわからないぐらいねえ、そう、うん、渋谷野さんもね、たくさんお話させていただいて、ね、サッカーにもサッカーに詳しくなりました。はい、ちょっと合わせていただいて。そうですね、星野さんは初めましてですね。初めましてでしたけど、上野さんやっぱお笑い好きっておっしゃってたんで、そのオンエアっていうか配信中じゃないところで、そこでこう距離がぐっと縮まった感じします。お笑い好きだから多分ここまで行っても大丈夫だなみたいな。ああ、そういうラインがやっぱあるんですよね。そうです、やっぱあんまお笑い好きじゃなさそうな人だと軽いボケとかもなんかちょっと嫌な感じになりそうだなみたいなのあるんで、ちょっと予防線張るというかあるんですけど、お笑い好きな方だったらちょっと踏み込むっていうあります。実は写真とかもすごい好きらしいですよ。あ、あのフィルムカメラを持ってらっしゃるとして、趣味合うんですね。そうなんですよ、まあ、多趣味というか、結構こう音楽は一筋でやりながら、はいはい、興味も広い方なのかなという印象です。そうですね、極めたらもうとことんいける人なのかもしれないですね。サッカーもアンダー14でね、はい、選抜。そうですね、星野さんそんな中二刀流ですから。ああ、まあそうですね。いや、おいいや、おいもあれですけど。いや、おい、まあ、三刀流か。演技もやってますけど、おい、演技とお笑いの音楽と、やってますけど、いや、でも本当に、はい、共演とかできたら嬉しいな。本当にあの僕は小関さんと共演したいですよ。いや、嬉しいです。以外で、まあまあ番組でもね、共演しつつではありますけど、まあ今日発表されましたね、うん、3月。そうですね、番組以外の共演が、そうそうそう、はい、そうですね、MC としてもね、あのね、一大イベント、はい、来年もやる。リスコさん、おい、お誕生日おめでとうございます。マセキのマネージャーさん、マセキのね、マネージャーさん、若手マネージャーだけど、マネージャー今じゃないじゃん。ああ、けどもう火も消えちゃってるし、脳がもうイチゴにかかっちゃって、これ食べれるか、溶けまくってるんですけど、溶けまくってます。いや、でもぜひ、おめでとうございます。ありがとうございます。ああ、もう過ぎたから何も考えてなかったです。あ、本当ですか。はい、もう僕だけスルーで終わったんだと思って。逆に言うわけないじゃないですか。まあ嬉しいです、ありがとうございます。なんでマセキのマネージャー、キルマスキ開けた、マセキさんが持って、あー開け、服前冷房で、はい、じゃあ誕生日のくだり終わりました、ね、あ、すいません、すいません、大事なね、ライブの話ありますから、はい、そう、3月ですね、はい、来年の3月に、Spotify オーイーストで、いやなんで初見なんですか。さっき自分で喋ってましたね。確かに、発表した側で、でまた僕らが出れるということでね、嬉しいですね、今年のね、どうしよう、平身年とさ、いや小関さんしか喋る人いないんで、小関さんが代わりに、そこは、相槌はね、はい、トヨツビートももうすごい大盛況だったじゃないですか。そうですね、楽しかったですし、で、あれキャパもでかいですよね。1000ぐらい。あ、そうですよね、あそこも同じぐらいでかいんでね、多分すごい、上も2階もあったらありますよね。2階あります。ちょっと
ね、次もさらに盛り上がるといいんですけど、まあ、そうなんですよね。あのアーティストは、まあ、これからお楽しみっていうところはあるんですけれども、うん、はい、お二人にその進行以外、はい、で、まあ、何 しましょうかっていうのはこれからなので、そうですよね、はい、お楽しみにお待ちいただければなとは思っております、ね、前回はね一緒に歌ったりみたいなのありましたけど、サプライズでね、はい、秋山黄色さんと一緒に歌わせていただいたり、ね、何できるかやりたいこととか、うん、みんないろんな可能性が ね、あると思いますので、皆さん楽しみにお待ちいただければと思います。はい、そして、なんと来月で、今年最後となりますので、そうですね、はい、あっという間ですけれども。2024年終わりますね。ね、早かったな。なので、まあ、まあ、とりあえずね、今年いっぱいまでは突っ走って、はい、もうちょい頑張りたいなと。そうですね。はい、でまた1月からまた3月に向けてみたいなところで頑張っていければなと思っております。はい、はい、残り少ない2024年ですが、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。いただきます。あ、僕がそれではまた来月、さよなら。さよなら。あ、すいません、 ありがとうございます。すいません、プレゼントもありがとうございます。小関さんのアクスタかな。でっかい。え、開けていいですか？もちろんもちろん。あ、あれ小関さんも？はい。あ、ありがとうございます。じゃあ、先こっちじゃあ、スペシャルさんの。あ、お、すごい。これ歯間ブラシじゃないですか？電動の、あの水圧の。あ、航空洗浄機。へぇ。あ、水が出て、こう。あー、これめっちゃいいですね。交換しません。いやいや、え、これどっちももらえんじゃない？ありがとうございます。これ持ってないです。使ったこともないですけど、あ、持ち運べるんですね。ありがとうございます。わー、僕はもうちょっとあギャグも入っちゃってるんですけど、なんだろう、あ、スターバックスってことは星野だから、まあ開けてみよう。だったら星野コーヒーですね。確かに。お、これはあの、僕、星野さん、はい、コーヒー飲んでるイメージなかったんですよ、はい、ああ、まあ確かにそんなになんかカフェオレだったりとか、メインはこれです。メインはタンブラーで、ああ、タンブラー、ちょっと派手なんですけど、はい、クリスマスを目いっぱい味わってほしいなっていう。わあ、ありがとうございます。一応コーヒーも入れました。ああ、なるほど。クリスマスブレンド、セット的に最高じゃないですか。すごい、はい、ケーキのお供に、そう、本当だ。あ、本当だ。で、歯磨きする。わあ、めっちゃいいっす。で、なんか、これは TK かな、チョコレートと甘い系で、これはあの T、はい、TK が結構たくさん入ってたんですよ。すごい、タンブラーこんなあるんですね。ありがとうございます。あ、これタンブラーじゃないか。ぜひ、ちょっと派手だけど、期間限定で使ってもらえたら。なんかいいですね、色もね、クリスマスに込めて。なんか、いい意味で目立っていいから、いい意味で目立ってね、現場とかで使ってたら、クリスマスめっちゃ楽しんでんじゃんみたいな、ぜひ、そうだな、ちょっとね、はい、今年のじゃあ12月はこれで、はい、聞かせていただきます。ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。頑張ります、35歳も。